こんばんは。こんばんは。はい、自己紹介をします。はい、 LGT48 のテニス少女、みんなのハートに内緒、ありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージと、小千谷市出身、15歳、高校1年生の小宮山沙羅です。よろしくお願いします。お、いっぱいアドバンテージ、お、いっぱい言ってくれてありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっとよくわからない格好で来たんですけど、今日はね、駄菓子屋さんなんです。はい、かわいいってありがとう。はい、今日はね、駄菓子屋さんなの。ちょっと待って、今ちょっと見せる準備、これは今日はね、駄菓子屋さんなんですよ。駄菓子をね、いっぱい集めてきました。あ、見せまーす。駄菓子をいっぱい集めてきた。リュックはただのリュックです。たどーん。そう、いっぱい駄菓子をね、集めたんです。はい、こんにちは。イエーイ、こんばんは。好みの駄菓子を紹介ってやつ、というか駄菓子いけない。駄菓子はサラが知ってる駄菓子もあるんですけど、サラが知らない駄菓子とかたくさんあって、ママがね、いっぱい知ってたので、ママが買ってくれました。ということでね、わからない駄菓子がとても多いので、それをね、一緒に、そう、食べてというか、検証というかをしていきたいと思います。ここはシガレットありますよ。これキャベツサラはない。ちょっとね、昔のちょっと駄菓子みたいなのをたくさん集めてきました。今の駄菓子は少ないかもしれない。昔に流行った駄菓子みたいなのを買ってきました。はい、ということで、初めて食べる駄菓子とかもたくさんあるんですよ。見たことない、見たことあるけど食べたことあるなみたいなのとか、あ、ちゃ間違えた、食べたことないけど見たことあるなってやつとか、本当に食べたことないやつも見たことないやつもあるし、あと見たことある、サラもね、見たことある、今もあるなっていうやつがあるんですけど、まあそれはね、いっぱい買ってきました。頑張ろう。ヨーグル、そう、じゃあとりあえず飲み物をね、飲みたいので飲み物を買ってきました。ちょっとサラは炭酸ちょっと嫌だから、炭酸をね、ちょっと外します。あと私は初めて栓抜き、缶抜き、瓶抜きをやるんですけど、この何これ、蓋を取っていきたいと思います。ちゃんとコップも用意したしね。え、どういうこと。え、待って、栓抜きか、待って、これ怖いね、待って、ちょっと待って、はぁ、お母さん、待って、これ超怖いよ、こぼすかも、ママに、え、全然わからない、ビクトもちっちゃい、待って、ママ、これどうやって開けんの、本当に。待って。机に置いた方がいい。取れた。びっくりした。飲んでいきまーす。
美味しい。美味しい。やったー。栓抜きできたーということで。こぼすかも。まあいいや。栓抜き成功。できました。乾杯。おいしい。おめでとうやって。おいしい。歯で開けれる。すげえワイルド。ね、地面に打ったらこぼしそう。やっぱオレンジジュースだよね。おいしい。おいしい。最初は何を食べようかな。コーラちょうだいあげますよ。コーラあげるよ。コカ・コーラ。最初はラッパ飲み。ワイルドだろ。炭酸系はねちょっとダメなんですよ。コーラあるよ。ヨーグル、ヨーグル、ヨーグル、あ、こういう感じです。こんな感じ見えた？こんばん、こんばんら、こんばんら。ラムネ菓子、ラムネ菓子っていうのはこういう感じなんですけど、何を食べようかな。なんかよ、食べ方がよくわからないやつとかもたくさんあるので、どうしよう。そう、瓶のコーラもあるの。うまい棒はねちょっとないです。サラちゃんをポン酢で食べたいの？ダメよ。ママが来た。ちゃんと物を見せてって。よっちゃんイカ、よっちゃんイカと、あとミルク、おしどりミルクケーキ、あとシャーベットペロサイダー、サイダー味、あと5円チョコ、5円チロル、5円チョコ、パチパチパニック、あとさくらんぼのやつ、よくわからない、あといちごのやつ、これもどうやって食べるのかわかんない。これはコーラのお菓子、これはココアシガレットっていうやつです。あとプロ野球、びっくりマン、びっくりマン、あとツインクル、ん？ツインクル、人参、絶対人参じゃないよね。パラソルチョコレート、パラソルチョコレート、スモモ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 、スモ、スモモ、なんていうの、スモモツ、スモモ漬け、スモモ漬け、あとボンタン飴、これおばあちゃん食べてた、きびだんご、ボーカルメ、ボーカルメ、ヨーグル、あとはこれなんかよくわかんないけど、ペッツ、ペッツを買ってきました。これで全部ですね。何個あるのかな。これはね結構ママが懐かしいって言ってたやつだから、皆さんはどうでしょうか。どの層の方が、世代がドンピシャ、よかった。お、団子ありがとうございます。きなこ棒はねあったんですけどね、ママ買ってくんなかった。ペッツ最新の状態に、そうなんだ、これが最新の状態なんだ。でも見たことあるのありましたか。ボンタン飴だ、知ってるんだ。サラチュー、こんばんは、こんばんは。知らないやつもある。おー、だいたいわかる。ドンピシャです。おー、きなこ、きなこ、きなこ好きやからきびだんご。あ、そうなんだ、これ、きびだんご、きなこ。
ママ？ママ若い。ママ若くないよ。口笛？微妙です。ヨーグレットはね、サラが知ってるから結構最近も売ってる。フルコースすぎて泣ける。全部知ってる。うわー、パチパチはやばいよ。みんな知ってるんですね。すごーい。どこで売ってるの？これはね、お店になんかあって、ママが懐かしいって言って入ってったので、そうですね。はい。お店にあった。あ、アイスありがとうございます。でも見たことないのもあるし、もらったことないの、ん？買ったことないのもあるんだ。やっぱり、そうだよね。じゃあ最初、あと、ヤンヤンつけも忘れてた。どうしましょう？何から食べていきますか？そう、スーパーとか。あ、だるまありがとうございます。だるま。懐かしいですか？カルパスって知ってますよ？そう、スーパーにあったの。ヤンヤンつけ棒好き。おー。じゃあ何から食べていこうかな。じゃあちょっと知ってるやつから食べていきますね、サラが。まず、これ。よっちゃんイカ。これはね、サラが幼稚園とか、小学校1年生ぐらいの時にね、いっぱいハマったの。これを1日何個も食べてて、ばあちゃんに心配されたっていうエピソードなんですけど。まあこれをね、でもこれね、めっちゃ食べると、汗かくんじゃないですか。よっちゃんイカってめっちゃ前からあるんですか？サラも好きだったというか、今も好きだけど、あんまり今はもう食べなくなっちゃったんですけど。アトラクジックついてないね。サラもついてるやつありましたよ。汗かく、汗。待って、ゴミ箱、もうちょっとこっち来て。よいしょ。よっちゃんイカを食べていきます。いただきます。うん。酸っぱい。酸っぱい。汗かく、これさ。これ毎日さ、20個ぐらい嘘だわ。5個ぐらい食べると。酸っぱい。うん、匂い嗅いで。これ30円ぐらいだよ。50円ぐらい。うん。喉。美味しい。美味しいけど、酸っぱい。でも、めちゃめちゃ美味しいです。酢を食べてる感じ。酢って感じやふ。皆さん、酸っぱい。汗をかくんですね、これ。はぁ。よっちゃんイカで好きなところと好きじゃないところがある。好きじゃないわけじゃないけど。なんか、このさ、丸まってるところはちょっと硬いじゃん、これは。硬いんだけど、サラが好きなのは、この平面のやつが好きだった。これ剥がして食べてました、ちっちゃい頃。なんで汗かくの？酸っぱいから。よく確かにコンビニに売ってるかもね。美味しい。これすぐなくなっちゃうんだよね。白色のよっちゃいか知らない。ほう、酸っぱいの食べると汗かかない？かかない？腹をかく人。こんばんは。わかんない。なんかよくわかんないけど、柔らかいやつと硬いやつがあるんだけど、これは柔らかいやつ。ばんは、こんばんは。あ、水色のだるまありがとう。あゆ。食べるの早い？あ、全部食べてはいかないですよ。言っていいか少ないから。当たりくじなくなったね。歯のちっちゃい頃もまだあった。ここに当たりくじみたいな。確かに、次はちょっと甘いのが欲しい。ちょっともういらない。
美味しかった。ごちそうさまよっちゃんいか。そう、黒い角のとこ、そうそう、ここら辺にあった。全然当たったことない。よっちゃんいか、ごめんたい。今くじないみたい。さあもびっくりしたんですけど。寝る前ありがとうございます。次はじゃあ甘いの、甘いのってどれだ。5円チョコとか、何が気になります。全く知らないの食べて、あ、食べたことないやつをじゃあ食べていこう。甘いのってどれどれ、え、どれが甘いの。パラソルチョコレートチョコ、あ、ちょちょ、パラソルチョコレートミルク、あ、ヤンヤンつけ棒にする、どれがいいかな。びっくりマン、パラソルチョコ、じゃあヤンヤンつけ棒。これはちょっと食べたことあるんだけど、でも何回ぐらい、2回ぐらいお友達に勧められて食べたんですよ。お友達が持ってて、食べてみなよみたいな。多分ね、多分これだと思う。うん、これだ。3個に分かれてるやつだから、あんまり食べたことない、食べたことないんだけど、こういう感じ。チョコいっぱいつけてみて。うん、チョコ大好きだから。なんだこれ、うん、問題が書いてあるよ。すごい、問題が書いてある。じゃあ問題です。母の日にあげるの、あげるは何。え、母の日にあげるは何、母の日にあげるは何、母の日にあげるは、おお、正解はカーネーションです。待って待って、現金はやばい。でも嬉しいね、現金がもらえるの。カーネーション正解。母の日にあげるは何って書いてた。それではいただきます。お、これをつけて、あ、これにトッピングってことか。で、食べる。いただきます。小宮まはらのルームはこちらです。いただきます。うまい、おいしいよ。あ、チョコ二度付き禁止なのこれ。ほんまかいな。そんな暗黙のルールあんの。おいしいです、めちゃめちゃおいしい。ビスケット折らないように。え、なに？あー、オッケー。え、つけてた。知らない。違った？じゃあこれで2個食べて終わろう。防災の日はいつ？防災の日はいつ？チクタクチクタクチクタクチ、わからない。正解はですね、9月1日です。全然わかんない。サラも、はい、じゃあ食べていこう。この問題ちょっとよくわかんなかった。難しいな、やっぱ問題っていうのはさ。じゃあいきます。あーん、おいしかったですか？いただいた。さあもういただこう。おいしい。そんなルールはないらしいので、どんどんつけていく。おいしい、やっぱり。はい、
2個いただきました。続いてはね、ママが食べてほしいというもので、これかな。続いて食べるものはこちらです。パチパチパニック、お口の中が大騒ぎ、コーラ味。母上がリクエストした。でもさっきもね、コメントで食べてっていうパチパチっていうやつがあったから食べたいなと思います。これは何？どういうこと？どうなるんですか？これ食べたことないんですけど。あ、口の中でパチパチするってこと？まあ食べていこう。でもそんなパチパチしないでしょ。いただきまーす。え、どうやって食べるの？こうやって？どういうこと？どういうこと？あ、そういうこと？口の中がパニックだからパチパチパニックっていうの？どうやって食べるの？これ。え、あー！ラムネ出てきたんだけど。おいしい。おお、なにこれ、マク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 、どういうこと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 。え、待って待って、いかいかいかいいかいかいいか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 いいかいいかい、どういうこと、お、どういうこと、どういうこと、痛い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 、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、え、待ってうん、どういうこと、これどういうお菓子、おどういうこと、飲み込めないんだけども、飲み込めないんだけど、どうしないの、え、マジマジ、そういう時はど、何書いてないの、飲み込めない場合はとか、こわ、痛い痛い、ベロ痛い痛い、え、保護者への注意、うん、書いて、痛い痛い、いつまで、いつまでこれなってんの、痛い痛い痛い、え、音聞こえます、え、いつまでこれ、あ、ラムネだこれ、何これ、どういうこと、聞こえる、すごいの聞こえる、入って聞こえるやん、あー、なくなるまでっていつなくなるんですかこれ、全然なくなら、びっくりした今、そういうパチパチ、そういう系か、もうやめた、もうやめたです、 OK、 なくなりました。ちょっとパチパチパニックもうちょっといらないかな、残りはじゃあ兄に、あ、もう一個、あ、もう一度後で、じゃあ時間頑張ってやりますね。はい、続いて行って、まだなってる、はい。はい、それではですね、2個目、あ、ママからのリクエスト2個目。初めてこれも食べます。ヨーグル？ヨーグルを食べていきます。どういうお菓子？ヨーグルトってことで、ヨーグルトのお菓子。うん、開け方わからない。赤。これ美味しいですか？美味しいんだ。どういうこと？待って待って待って、どういうこと？サイダーヨーグル、何味があるの？オレンジヨーグル、フラワーヨーグル、美味しい、ヨーグルは美味しい、どうやって食べる？食べるものあった、すごい、アイスの棒みたいな、ヨーグルトっぽいんだ、了解、食べます、いただきます、鼻かゆい、うん、うん、ヨーグルトって感じの匂い、スプーンついてる、なんかね、こういうやつ、いただきます、うん、なんか、うん、おいしい、団子ありがとうございます、おいしいけど、うん、飽きちゃうね、そう、クリーム系だね、
今度買ってみようって。食べたことない人もいる。ちょっともう大丈夫かな。なんか鼻につける、つけちゃったつけちゃった、ホワイトグッドアイガイド。ちょっとこれ甘すぎない？2日連続こんな間抜けな顔をしてね、本当に。クリーム系はね、つけるっていう掟らしいんだ。ちょっとこれ甘いね、すごい。でも美味しかった。これを食べて過ごしてたんですね。あ、バラありがとう。またあのアイドルの仕事をさせていただいております。続いて、これもですね、ママからのリクエストなんですけど、これよくわからない、すもも漬け、すもも漬け、おきせ、すもも漬け、なんだこれ。ちょっとママ、冷やすとうまいって。冷やしてないのに甘酸っぱい。また酸っぱいの食べるの？どうやって食べればいいのこれ。これはさ、ストローがついてるってことは飲むの？どういうこと？ママーママーママー、ぽーちゃんも食べたいって言ってる？僕食べれないよ。母上、ママー、これどうや、飲むのこれ。本当に飲みます？え、やばくないですか？え、色見て。マミー、これ本当に飲むやつ？え、これはどうやって食べるんですか？じゃあ中の実は、中の実は食べないってこと？食べないってことですか？ママ、これはさ、ん？ママも知らないって何？何なの？ママも知らないって。まあじゃあ一回食べていきたいと、飲む？飲むんでいきたいと思います。何？すもも漬けって。すももって、え、絶対、酸っぱ！食べる。このおし、汁、汁を、え、この、身を食べるやつじゃなくて、汁を食べるや、飲むやつなんですか？お汁っていうか。匂い嗅いで。匂い嗅いでください。めっちゃ酸っぱそう。飲みます。酸っぱ。あー。食レポも何も酸っぱいって感じです。酸っぱい。鼻にですか？あのヨーグルっていうお菓子をつけてます。身も食べれるの？でもちょっと身の、あ、あ、しゅっぺー、汗かいた。汗かく。酸っぱいです。何これ。梅干しの、梅干し漬けた中に、なんか、ヨーグルト、あ、なんだっけ？酸っぱすぎて頭が回ってないよ。わ、バラありがとうございます。何の罰ゲーム？本当にこれ罰ゲームぐらい酸っぱい。あ、ま、喉。これ身を食べてみたいんだけど、身がさ、出てこないんだよね。どういうこと？すももね、すもも。すももってカリカリ梅ってこと？そうです、すもも。ちょ、こぼしそうで上にあげられない。
スモモを取り出し大作戦。あ、取れる。これもね、食べれるらしい。いただきます。酸っぱなんだよこれ。うん、カリカリ系だ。これは美味しい。カリカリ麺の彼氏あやけ。本当は汁全部飲んでから食べるの？何やってるの？これはね、全部飲んじゃダメ。カリカリ麺。昔はもっとでかいんだ。酸っぱい。美味しいけど。カリカリ梅よりなんかサクッとしてる。汗かいたわいね。汗かいたから誰かタオルください。すもももももも、もものうち。飲みたくなくなる、飲まなくてもいいやつだろう。私も苦手なんかい。汁捨てるんかい。なんでやねん。ほんとに、酸っぱすぎる。あのね、すんげーです。じゃあこれは、そうですね、酸っぱい方が、酸っぱい好きの方が食べた方がいいと思います。そうね、私酸っぱいの好きみたいな人が食べないとちょっときつい。続いてですね、これ。でで、ビックリマンプロ野球チョコ。これは何ですか？ビックリマン、なんだっけ、プロ野球チョコ。ビックリマン知ってる人はいますか？高いから買えない？どういうこと？これは何だろうね。すごく美味しいんだ。これは、ビックリマン懐かしい。お、結構知ってる。おまけが主役？おまけがあるんですね。中にシール？今100円くらいじゃない？わかんない。値段はないんだから。それでは、じゃあちょっと開けていきます。開封。そういう感じ？え？どういうこと？うわ、なんか入ってる。昔は30円なんだ。あ、いたいたいた。シールが入ってました。すっごいクッキーまみれ。里崎ゼウス監督。これは何？すっごい。すごい光ってるよ、これ。里崎ゼウス。ゼウスさん、監督ですって。なんです？まあでも、レアなんですね、きっと。流行ったんですね。レアかも？あ、確かに。それは聞いたことある。AKB、言えない。いいシールなのかな？一番レア？でも見て、めっちゃなんか、パワー、守備力、走力、スタミナ、全部欲しい5つですよ。はい。ありがとうございます。それでは、お菓子を食べていきます。ウェハースだね。いただきます。うん！おいしい。おいしい！すごくおいしい。すごくポロポロする。すごくママに怒られる気がする。レアなんだね！やった！
あ、バラありがとう。そうですね、お菓子は普通に美味しいですよ。めちゃめちゃ美味しいけど、ちょっと甘い。美味しかった。ありがとう、お菓子。すっごいポロポロ。あ、キタリアさんのシールも、あ、これ、出てるのは知ってたんですけど、どれなのかなって思って。間違いないです。美味しい。美味しいんです。口の中が確かにパサパサするから、そういう時は、オレンジジュース。美味しい。はい。あ、そうだった。鼻にヨーグルついてた。こんばんは、こんばんは。今、駄菓子屋さんをしてます。ほら、じゃあもう。飾っといた。はい、続いてはですね、何がいいかな？今、1、2、3、4、5、6。6個食べたんですけど、なんだろうね。あとは、あと何か気になるもの。あとはね、もう一度バチバチ。さあ、ちょっと。頑張ります。頑張ります。頑張ってって言われた。ありがとう。人参？私これ意外と好きなやつですよ。さあ、これめちゃめちゃ好きで、食べます。ちっちゃい頃これめちゃめちゃ好きだったんですけど、今見たらすごいちっちゃくなってて、でもこれは多分大きさ変わってないんだけど、サラの体がね大きくなったんだろうなと思います。これはさ、どこから開けるやつ？そう、開けるところがないの。そういう時は落ち着いて、ハサミでチョキチョキしていくよ。ね、開かない。開かない。開かないとこ開けちゃった。ハサミでチョキチョキしてって。そうね、歯が大きくなったからちっちゃくなってた。これはね、美味しい。これは何なんだ？米なのかな？ほら、米？あ、こっちなの？もう一回、もう一回。こっちから食べるの？これって。あ、そうなんだ。じゃあこっちにもあげよう。こっちから開けるのね。はい、ぶっ。どういうこと、どういうこと。ずっと上から開けてたんですけど、誰も教えてくれなかった。ちょっとさ、最初の、あ、ここに、え、どうやって食べるの。こうやって、落ちた。おいしい。ワイルドに出てこない。あ、出てきた。おいしい。お米は膨らませたものなんだ。おいしいな、やっぱり。どういうこと。あ、めっちゃ出てきた。びっくりした。こぼれた、いっぱい机の上。まあ、おいしいけど。こう前歯に当てたらいっぱい出てくる。ありがとう、人参。はい、人参ありがとうございました。ちょっとですね、はい、ちょっとお見苦しいところを見せてしまったんですけど、母上がね、後でポロポロってなってるの怒りそうなので、次のお菓子に行きたいと思います。何味？砂糖みたいな。次行こう。じゃあ続いてはどうしよう。次は何食べますか。そう、食べ方すいません。ちょっとどうやって食べるのかなみたいな。
鼻に何かついてるよ。これはね、ヨーグルだよ。そう、みんなにつけてって言われたからね。ココアシガレット。じゃあ食べていきます。まあ、鼻につけたままでね、アイドルをかましていこうかと思います。ココアシガレット。シガレット。シュガレット?シガレット。これは何かな?いただきます。苦手なんだ。美味しいのか?美味しいかな?これは何をイメージしたお菓子なの?あー、そういう、匂いが。いただきます。チョコじゃないよ。タバコなの。顎はぐるわ、これ。スカスカする。硬い。髪を取らないと。髪？どういうこと？大人な、なんかスカスカする感じ。これは何を？あ、タバコに憧れてみたいな。喉痛い。髪に巻かれてたの？髪はなかった。チョコじゃない。ふかふかふる。あんまり美味しくないね。舐めるんだこれ。あ、舐めるから。歯なくなりそう。まあ、好きな人は好きそうな感じですね。多分噛まずになるやつ。噛んじゃったよ。だから硬いんだ。次は柔らかいの食べていきます。私はこれをちょっと楽しみにしていた。なんかよくわからん。グミみたいなやつ?これは何?さくらんぼ。はいて。はい、これを食べていきます。これはね、あのね、私も見たことちゃんとあるんですよ。売ってるし。その、普通にいろんなスーパーとか、コンビニにも売ってるよね。だからね、知ってるんですよ。でもね、ちっちゃい頃に食べちゃって、味を覚えてないというか。これは、食べていきたいと思います。花束ありがとうございます。これはね、爪楊枝で食べる。いただきます。確かに歯にくっつく。もう本当に歯にくっつくね。美味しいけど。私がちっちゃい頃やってたのは、あれ、できない。いっぱいこうやって食べてた。これね、全部こうやってつなげて食べてた。そう、一気食い。早く食べたいからね。あるある?いやー!すごい!あるあるを私はやっていたのか。こうやって、全部こうやって食べてました。なんかこういうやつ。さくらんぼ?って書いてある。すっごいなんか、くっつくね。美味しいけど。美味しい。でも。ありがとうございます。歯にくっつく。
なくなった。歯にくっつく。あ、いろんな味があるんだね。さ、さくらんぼしか見たことなくてさ。でもいっぱいなんかパックみたいなやつはオレンジとかがあったよ。あと何が残ってる？あとこういうやつ、なんかボーカルメってやつとペッツきびだんごシャーベットペロに、おしどりミルクケーキ、五円チョコ、あとラムネ、あとなんかイチゴのやつ、あとツインクルっていうなんかお菓子ですね。どうしよう、ペッツ、みんなめっちゃバラバラなことを言っている。どうしようかな。そう、いっぱいあるの。パチパチはさっきあったよ。じゃあ、あの一番最初に言ってくれたきびだんご食べていきたいと思います。これはなんかね、さっき聞いたところによるときな粉って言ってたので、きな粉、きな粉らしいので、これはちょっとね、期待して食べていこうかなと思います。歯にひっつくのしかさら選ばねえな。でもきな粉らしいから美味しそう。でもどういうものかよくわからない。縦長、どういうこと、開け方が分かってないんで。あー、切れちゃった。え、どういうこと。おお、どういうことですかね。きびだんご、これはめっちゃ、はーい、これ食べていきます。サラ太郎が、あ、確かこれ食べれる紙じゃん。これ食べれるやつですか、紙って。きびだんご一つ、みんなお供になりますか。紙ののまま食べるんだ。じゃあいただこう。仲間になってください。サンの仲間になってください。いただきます。ちょっとなんか最初の紙はちょっと食べるの嫌だからちょっと食べません。オブラート、オブラート、いただきます。今日の配信は1時間です。うん、おいしい。すごい甘くて、うん、ね、あんこみたい、あんこ餅。いや違うな、団子だね、お団子。うん、歯にくっつくけど、でもすごくおいしい。うん、これはちょっとね、これからも買っていきたいと思う。うん、オブラート、オブラートじゃねえや、え、オブラートだっけ。お一つくださいね。まあこれはじゃあ残った分をね、みんなにあげてサラのお供にしたいと思うよ。汚いな、ちょっと食べたところを見せるのちょっと恥ずかしいので。はい、じゃあ続いて、じゃあこれを食べていきます。甘いの、ビブラートアレイニアさん、あ、お誕生日おめでとうございます。これを食べていきます。ちょっと気になってた、傘がついてたから。鼻が白い、お気づきになられてありがとうございます。続いてはこちら、パラソルチョコレートミルク、
パパッといこう。チョコみたい。チョコだ。え、どうやって食べんのこれ。え、どうやって食べるやつ。おー、すごい、出てきた。いただきます。おいしい。普通に説明書なかった。とりあえず引っ張ったらこれが出てきた。母の形のチョコだからカル…ん?パラフルチョコレート、昔からあるんだ。だね。おいしい。チョコです。すごい甘い。結構甘めのチョコ。うーん、母だ。この傘の棒いる人。あやがは。いっぱいあるね。これ昔からあるんだ。か。ごちそうさま。おいしい。これなんか、これはね、ヨーグル。じゃあちょっとね、そろそろ終わるんですけど、私がこれからもね、鼻についてる流すだけだ。から食べちゃった。今回のベスト5はですね、ベスト 5! 第人参でーす。ちょっとこれ持ち上げるとあの出てくるんですけど、持ち上げたらやばいんですけど、両方から開けちゃって。人参、あ、はい。第4位はドルル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 ル、じゃん。第4位はパラソルチョコレートでーす。やっぱりチョコだから。第4位は、なんだっけ、カラフルチョコレート?パラソルチョコレートです。はい。第3位は、ドゥルル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 ル、じゃん!プロ野球チョコ、ビックリマン。これは普通に美味しかった。はい、ということで。第2位は、ドゥルルルルルル、じゃん、よっちゃんイカでーす。やっぱりこれはすごく美味しかったです。食べたことあるけど。汗かく。そして、第1位は、ドゥルル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 ル、じゃん、こちら、きびだんご。きびだんごでーす。おいしい。本当に美味しいよ、これ。ハマっちゃったかも。ビールのつまみにいいんだ。おめでとう。それでですね、ワースト1位は、じゃん!こちらです。パチパチパニック!こちらの中が大騒ぎ!本当に大騒ぎでした!こちら!スモモは、ちょっと第2位ですね。パチパチはちょっと、やばいです。いや、仕方ない。最後にこれをね、どれぐらい残ってる?残ってるだけ。これはなんかね、口の中がパチパチするの。こんばんは。口の口の中がパチパチするので、もう一回最後にやっていきたいと思います。
全部今残ってる。でも結構残ってるか。残ってる。結構残ってる。食べまーす。ワイルドに。ガンボカボカ。おぉ、いかいかい、いかい。ああああ、ハックンおい。ハックンおい。ハックンおい。おぉ。うっこ。あ、やばい。ああ、じゃあ、服用してください。服、いかい。今ここ行けかか、ここ行けかか。あっか。服用もパカパカパカ。ぜひ今服用してもいいだろう。パリパキ。うかい、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 うかい。おー、なんやこれ。どういうこと？あ、うかい、うかい、パクパク。ガッポーカウムカイが。うかい、ここ、まかいか、ここはね。いい音、聞こえ、楽しくないよ、これ。いないもん。もやくり、イカ、いって、ここイカいな。あと味は最高、味はね、コーラなんですよ、ちょっと。いけいです、イカいこれ。まっかいかいか、食べない方がいいよ。これ、いっぱいやるかかかかか、はい、イカいもん。みかん噛んじゃった。噛んだらよりパクパク振る。おかっこいいから、おかっこいいから、うかーい、うかいかい、うかいかい。おー、うん、いかいな、これミュウロンだ。ミュウロンないの。本当に罰ゲーム、これちっちゃいもんのみんなにするからね。全然止まらない。うかこれ全然止まらないよ。あ、もうちょっとわかる漫画食おう。あよ、なんだっけ。このルームをフォロー不確かは、ガフ今、フォロー不確は、はい。はい。あとは、755っていう、なんか、そういう、やっかいるので、どういうの、運行が深い。やっかくは、はい。韓国を、フォロー、平額は、はい。あと、メールと、あきおはらファミリーカルカードやったんですけど、ガフ、あっかー、はい、あ、もっかい、もっかい。やばいやばい、ね、なんだっけ。あと、フォトログっていうのもやってるんですか。どう見てください。痛い！今、今、痛い！痛いよ！はい。なんだっけ？言って、なんだっけ？なんだっけ？ぜひ皆さん、とりあえず、お払いルームをフォローしてください。明日配信もするんですけど、いつから配信しようか、まだ、あ、19時から配信します。朝は、7時半から配信します。ママ、痛いよ。よく分かる。とりあえずルームをフォローしてください。ありがとうございました。言いたいんだけど、全然もう、痛い。またね、バイバイ。また明日。あ、ほんまって言ってた。